今日はどちらかというとその私の話は中国のゲノム編集デビュー誕生にどっちかというと特化した話なんですけれども、まあ、もう皆さんも何度もお聞きになったかもしれませんが、どういうものだったか、まあ、あの昨年の11月の20何日でしたっけ、8でしたっけ、この賀さんが香港のサミットに登場してこういう話をしたわけですね。でどういう人たちを対象にしたかといえば、夫がエイズウイルス陽性で妻は陰性のカップルで8組をリクルートしました。で、うち1組は途中でドロップしたといって、どの段階でドロップしたのかちょっと定かではありません。で、でどういうことをしたかというと、まあ、精子洗浄した後に顕微授精をしました。でそこにクリスパーを作用させて、CCR5遺伝子と呼ばれる遺伝子を、まあ、ノックアウトしようとしたということです。で、まあ、仮にルルとナナというふうに、呼んでいるわけですけれども、一組のカップルが双子を出産したと、いうことですね。で、多分私の知る限りではまだもう一組は妊娠中で生まれてはいないはずだと思います。新聞報道によるともう一組が妊娠中で、少なくとも5組は妊娠しなかったと。であと1組はドロップしているという話のようです。で、まあ、これまでももうルル述べてまいりましたけれども、まあ、1つ何問題か、さっきもおっしゃってたみたいに医学的には不要なんですね。むしろつまり、エイズウイルスに感染しないで生まれてくることは別の方法で可能なのに、エイズウイルス抵抗性の性質を付け加えたとすれば、それはまあエンハンスメントなんじゃないんでしょうかという見方も出てくるわけですね。いわゆる強化ですね、性質の、その病気を治すとかじゃなくて、性質を付与する、新たな性質を付与するっていうようなことにも当たるんじゃないかとも言われていきますし、まあ、先ほどターゲットっていうことを申し上げましたけれども、やっぱ生まれてくる子どもにリスクがあるにもかかわらず、それ十分に検証しないままに行っていると。で、まあ、いずれにしても規制違反、今の段階でこういうことを行うことは規制、ある国では法律違反ですし、もちろん、まあ、ドイツだの、フランスだのでは明らかな法律違反ですし、まあ、イギリスでもごく例外的な、ちょっと今日今ここでは言いませんけれども、ミトコンドリアからの以外のものは法律違反になるわけで、また中国とても国の指針に違反しているとこう言っているわけで、まあ規制違反で、しかも、通常はこういう、臨床研究をやろうと思ったら必ずや臨床審査に手段をかけて証明なきゃならないんですけれども、賀さんは、その手続きを取ったって言ってたんですね、実はね。でもそれは後ですね、今年に入って中国当局が言っていることによれば、それは偽造であったと言っているわけで、まあ、実際には取らなかったのではないかと思われているんですね。これをどこかで線を引くというのは、極限的に難しい、まあ、やっぱり人類社会が今まで経験していないような難しい問題にぶつかっているという、そういう認識が必要だと思います。そうでなければ滑り坂になるんです。つまりどんどん開いていって、ここまでは OK とね、まあ、今エンハンスメントということが一つ問題になっています。治療はいいけれども欲望を満たす医療はやめようということなんです。これは本当に難しいです。でそういうことを人類社会で合意に至るということは非常に難しいですから、例えば今も着床前診断は、デュシエン型の筋ディストロフィーだけは認めるというのは日本の方針です。で国によっていろいろですが、じゃあどうしてこっち の筋ディストロフィーはダメだろうとかですね、他の病気はダメだろうと、まあ、そういう話になってきますよね。そこでここまではダメというようなことをですね、決めることが人類ができるかどうか、ものすごく難しいですね。まあ、私は宗教がそこに絡んでこないとできないんじゃないか、まあ、さっき天野さんのお話がありましたが、アメリカはですね、まあ、基本的には研究の自由を非常にこう強調する国です。それはまあ経済の自由ともかかっているんですね。資本主義の、市場経済の自由ということと関わってまして、まあ、研究を止めるということに対して
非常に警戒心が強い。ですが、妊娠中絶の問題と関わって宗教側が卵に手を出してはいけないという強い意志を持っていたから、それで歯止めがかかってきたわけです。キリスト教の側の受精卵に対する人間の尊厳の根本なんだという、この意見があったからなんですよね。そういうふうな歯止めがどこかで働かないと、これはなかなかこう止めることが難しいんじゃないかと、まあ、こういう問題を科学者もモテていくべきだと思いますし、人文学者は鈍すぎると思います。それからジャーナリズムがこれをそういう問題があるということを知らせて市民社会が討議する、まあ、政治家もそれを認識するという、それを世界的に進めていくという、まあ、そういうところに来てるんじゃないかなということで、ですね、一つは今の政府の審議会などのですね、議論を見てますと、言ってますと特に食品の方だったんですけれども、まあ、やりたい人たちだけで審議してるんですよ。これが非常に問題でですね、まあ、ですから例えばオフターゲットの問題なんかでもですね、要するに大したことないっていうのは前提なんですね。しかも要するに全部し、まあ、いわゆる、まあ、ゲノム全部調べなければ事実上オフターゲット どこで起きてるかって分かんないわけですね。そういうふうに、質問するとコストがかかりすぎるって話になるわけですね。まあ、ですから、まあ、そういうような議論がずっと進んでまして、でモザイクの話なんか一つも出てこなかったで、まあ、こういう非常に悲しいんですけれども、まあ、現実がありまして、まあ、これでどんどんいけいけどんどんなのかなっていうのがやっぱりすごくも感じました。でおっしゃられる通りです。でオフターゲットにしろモザイクにしろですね、まあ、例えばオフターゲットの問題でですね、やっぱり一番私たちが心配している一つにですね、今遺伝子っていうのは、まあ、昔はセントラルドグマって考え方がまあ非常に強かったわけですけど、一つの遺伝子がアミノ酸をつなげて一つのタンパク質を指定するという、まあ、考え方がやっぱり基本にあったわけですけど、今その考え方っていうのはもう覆りまして、まあ、一つの遺伝子で、まあ、最高でも1000ぐらいのタンパク質をまあ翻訳するケースってあるわけですね。でそうすると一つの遺伝子で、まあ、たくさんのタンパク質、昔は一つの遺伝子だったから一つの遺伝子壊せば一つのタンパク質ができないよって話で済んだわけなんですけど、今一つの遺伝子壊すとどのタンパク質に影響が出るかってわからないわけですよね。でそういう問題っていうのがありまして、まあ、これは非常に今おっしゃられているノンエコード DNA、 いわゆるまあ、いわゆる遺伝子として翻訳されない部分でですね、それがコントロールされてるってことがですね、よく分かってまいりまして、まあ、そういうことで命の仕組みっていうのが研究すればするほどさらに研究課題が増えていくっていうのが現実でして、まあ、そう考えますとこのクリスパーキャス9どこまでその、応用が効くかなんていうのは私たちから見ますとですね、もう見当もつかない話で、これをですねおそらくサイエンス、昔だったらサイエンスの領域で、まあ、科学が、まあ、いわゆる純粋にこの真理を追求する科学だったらこんなの応用しちゃいけないよっていうレベルだと思うんですよ。だけど今はそのサイエンスというよりもテクノロジーになっちゃったんですね。まあ、ですからこういういわゆるそれでテクノロジーっていうのは当然のことなら経済性をこの重んじますので、まあ、そういう世界になってしまったもんで、まあ、イケイケドンドンになる可能性が、実際問題として政府の審議会見てるとどうもその方向で行っちゃってるわけですね。やっぱこれはやっぱりすごくやっぱり問題だなってのは思います。で法規制がないっていうのがやっぱり今生殖、まあ、いわゆる人間の受精卵に関する法規制っていうのは一クローン規制法ぐらいなもんでして、まあ、クローン人間作っちゃいけませんよ。でこれだけ、基本はこれだけなんですね、法規制としては。でしかもこれがまあ、いわゆる混合肺をこの間認めましたよね。いわゆる動物と人間の混合肺を
まあ、認めまして、まあ、それ でこれは先行きはいわゆる異種移植ですよね、まあ、動物の臓器を人間に移植する場合 の例外規定みたいな形でこれを認めちゃいましたけど、こういう言ってますとクローン肺を作っちゃいけませんよって言っても、そのいわゆるそういう混合肺まで認めちゃう、でだん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 こういうふうに間口広げていっちゃうわけですね。でやっぱ公規制が逆に今緩和されていくような感じがしまして、まあ、その規制を強化するっていう方向が見えてこないんですよ。でこれがやっぱり今の何て言うんですかね、経済優先って言いますか、今の政治のなんか仕組みの一番根本的な問題だと思う。